リーズマグレット、ロールデックスコーナーへようこそ。ロールデックスコーナーでは、毎月月間ベースで追加されるですね、コンテンツパッケージを、編集したりとかですね、役立つ有料無料の有益なリソースをシェアすることを目的に設置しております。スクロールダウンをするとですね、左側にビデオが見えるんですけれども、この場所にですね、現在収録しているビデオが設置されます。見ていただくとですね、現在は3つリソースがあります。1番目はですね、イメージ編集、毎月ですね、あなたに提供するプロモーション用のイメージ、こちらにですね、あなたの名前とか URL とかそういったものを入れるのにですね、GIMP という無料の高機能のグラフィックソフトウェアがありますので、こちらをダウンロードしてですね、ご利用いただくことができます。そして次に、プロモーション用のビデオなんですけれども、こちらにですね、あなたの URL を入れたりですね、キャッチコピーを入れたりと、そういった場合にはですね、 Windows のムービーメーカー、こちらは Windows に装備されておりますので、 Windows をお使いの方はご利用いただくことができると思います。右側のプラスをクリックすると展開、マイナスをクリックすると折りたたみというふうに操作することができます。3番目なんですけれども、カスタマイズデザインワークですね。こちら、月間のパッケージの標準装備である商品イメージ、そしてプロモーションイメージ、そしてプロモーションビデオ、これら3つの作品をですね、あなた独自のものに変えてですね、弊社が制作して納品をさせていただくと。利用の目的としてはですね、あなた独自のタイトルをつけた場合、リーズマグネットにですね、あなた独自の名前をつけた場合ですね、商品イメージ、そしてそのイメージが入ったプロモーション用のイメージとか、プロモーション用のビデオと、こういったものをですね、基本的には同じデザインを使って、イージーオーダーのようにしてですね、コストを下げているということで、こちらをご希望の場合にはですね、サポートセンターまで発注をしていただくと、まずは料金を支払っていただいてですね、そしてサポートセンターへご連絡をいただければと思います。この緑色のボタンをクリックするとサポートセンターへアクセスすることができます。最後のこのノートという部分は、あなただけが見ることのできるノートですね。こちらはテキストを入力して、セーブノートというふうに、ボタンをクリックしていただければですね、あなたしか見ることのできない備忘録として役立つと思います。このローロデックスのコーナーなんですけれども、現在スタートした時には3つなんですけれども、これはですね、どんどん増やしていきたいと思います。またですね、この中にない用途のもの、そういったものをもし探しているようであればですね、いつでもサポートセンターにご連絡ください。極力まずは無料のリソースを探させていただきますので、ぜひ遠慮なくですね、お申し出ください。ありがとうございました。